皆さんこんにちは、かけすです。本日は若井戸誠の事件簿処刑人のくさび第5回目やっていきたいと思います。前回でね、被害者の方と、怪しい宗教殉教者の光のね関係性が明らかになったので、あとはどういった風に関係しているのかっていうのを突き止めていきたいと思います。それでは殉教者の光に捜査をしていきましょう。もう早速音楽が怪しげ。はいはいはい。これなんかこう額縁に飾ってある、おそらく教祖と思われる方。あ、長いひげ、あら、教祖だ。殉教者の光、あれ、殉教者の光教会へようこそ。殉教者の光の教えなどについた私目にお聞きください。殉教者の光とは、この宗教の教義は何だ。殉教者の光とは自己犠牲の心です。自己犠牲の心こそが人類を次のステージへ導く鍵なのです。この宗教の教祖は、この宗教の教祖は誰だ。最初の殉教者にして世界の救世主ことサタ様、その人です。教祖はサタという人物。最初の殉教者とは、最初の殉教者とはどういう意味だ。世界が闇に飲み込まれようとした時、サタ様は殉教されました。自らの首を切り落とし犠牲になることで世界を救ったのです。今の世界があるのはサタ様のおかげなのです。首を切り落とす狂気、怪しいね。どんどんじゃあこのサタ様と思われる長いひげにローブ、教祖の肖像画だろうか。教祖の肖像画、さらに人がどんどんいるね。ちょっといいか。殉教者に光あれ、犠牲の心が世の中を変える、てんてんてん。あ、話にならない。ああ、殉教者に光あれ、自己犠牲です。そう、自らが犠牲になれば何でも叶えられます。殉教者に光あれ。あなたは、君もこの宗教の信者。もちろんです。殉教者の光に入信してから全てが、そう、全てがうまくいってます。こんなにも幸せなのは毎日教会に通ってるおかげです。毎日教会に通う信者。ご利益あった、ご利益はあったの。ありましたとも。自分は職人の家系で親から虐待を受けてきたのですが、ここで右手の指を切り落としていただいたら親が僕を虐待しなくなりました。恐ろしいね。これが自己犠牲の力です。蹴り落としていただいた。ええ、この人差し指はサタ様に、身をもって奇跡を起こされてサタ様に蹴り落としていただいたのです。身に余る光栄。怖いな、さすがに怖いな。ここまでいくと、殉教者に光あれ、入信と寄付を希望するのであれば福祉祭の私に。殉教者に光あれ、福祉祭か、寄付を募っているのか。募ることなどしておりません。信者の方々が自己犠牲で差し出すものを受け入れているのです。この世の真理は自己犠牲の心に行き着きます。全てを差し出せばあなたにもサタ様の神聖なる光が降り注ぐでしょう。教祖のサタに会いたい。教祖のサタという男に会いたい。サタ様は昨日より外出されております。尊き御神を捧げる場がないか、この世を 見下ろしに行かれるとおっしゃってました。しばらくは戻られませんよ。サタにはアリバイがない。ほう。さあ、どんどん気楽さくなってたぞ。じゃあ、パンフレット。これセットしていろいろ聞いてみるか。福祉祭とか怪しいね。お、特になしか。じゃあ、この熱心な信者は？じゃあ入り口の人は特になし。じゃあ間の写真、このよし、ああしゃあないか。この人なんか役に立つのかな。おい、自己犠牲が次のステージへつなぐ。どんどん話しかけてみるか。わからない。自己犠牲か。間の写真を見せる。
この男、間というんだが、ここに見たことはあるか？見たことがありますね。それほど教会には来てなかったと思いますけど。ですが、なんとか佐田様や福祉祭様と話しているところを見ました。はいはいはい。あ、これ福祉祭知らないとか言うんじゃないか、もしかして。間の写真を見せる。この男、間というんだが、ここで見たことあるか？佐田様を慕う信者は日々入信してくるので、何度も、うまい。うまいかわし方されちゃった。じゃあ、首飾りとか見せたい。落とし物の首飾り。これはここのものだな。これをどこで？確か我が教団のシンボルも描かれていますし、間違いないと思います。我々のものとは少し作りが違いますね。もしかしたら、佐田様のもの？首飾りは佐田のもの。はいはいはい。おお、どんどん謎が解けていく。じゃあ、自宅を寄付するみたいな話は？ああ、得意なしか。じゃあ、ローブの男がノコギリを買った。これについては？殺人事件、こんなストーリーで聞いていいのかな。殺人事件に関与しているな。バッドエンドとかならないよね。この領収書は何だ。殺人事件に関与しているな。宗教団体ぐるみの犯罪だとすると大変なことになるぞ。あなたは佐田様は分かっておられない。あのお方はなすべきことをなしているのです。殺人などありえない。ひっ、いい加減になさい。我々を捕まえるつもりですか。私は何も知りません。何もしておりませんよ。サタの場所を教えろ。サタ様と連絡を取ることはできません。我々はサタ様が無事に帰られるその時まで自己犠牲を払い祈りを捧げるのです。もちろん私も心配でしたのでご自宅に伺いましたが、帰られておりませんでしたよ。自宅教えてよ。自宅の場所聞けないのかな。自宅の場所、自宅の場所は前かと、教祖の肖像画、これが去ったかどうか、これが去ったかどうか聞きたい。去ったで確定させたいところ。お、この肖像画は、この方こそ最初の殉教者で、殉教者佐田様です。佐田は長いひげとローブの姿、怪しいね。もう佐田で確定じゃないかって思っちゃうけど、サタにはアリバイがない。これだ。これで副祭をちょっと揺すってみるか。どれどれ。お、間と話していたという証言。信者があんたとサタが間と話しているところを見たと言ってるか。サタ様と。ああ、思い出しましたよ。間さんは家の寄付と特別な自己犠牲を申し出られましたので、私がサタ様のもとにお連れしました。サタと間がつながったな。あの方は佐田様と熱心にお話しなさってましたね。昨日も教会からお出かけされる際には同行されていましたし。佐田は事件当日、間と一緒にいた。おお。事件当日に同行して、いまだに帰ってきていない。特別な自己犠牲とはって聞いてない気がする。特別な自己犠牲とは、願いが強く、大きいほどに人は覚悟を決めねばなりません。その覚悟の表れが自己犠牲となるのです。それに決まった形はありません。佐田様はこの世を救うために尊き保身を捧げ殉教されました。そこで今一度神から求められ再生されたのです。佐田様はステージを進めた唯一の方です。間は何を差し出した。それは佐田様しか知りません。お、ちょっと手当たり次第ね、ちょっと聞いていたら首を切り落とす競技っていうメモをセットして、まあ、この一番入り口の人に聞いたらちょっと新しいのが出ましたね。教祖は自分で自分の首を切ったのか。その通りです。過去に2回佐田様は自分の首を切って世界をお救いになりました。そんなバカなこと信じないのですか。私は首のない佐田様のお姿をこの目で見ました。痛ましいお姿。その後佐田様は見事に蘇ったのです。佐田は二度死んでいる。あなたは情報をゲットした。これで一通り集めたかな。よしよし、注文の順。じゃあ推理パートに突入ですね。やっていきましょう、推理パート、まあ、だいぶね、佐田様が怪しいっていうのはもう濃厚になってきたね。ここまでの情報を整理してみよう。これまで現場付近で目撃されていた長いひげにローブ姿の男、
それは誰だっただろうか。え、サタだから教祖っていうサタであるっていうのを示さないといけないんだけど、どれだろう、どれだろう、あ、これだ。サタは長いヒゲとローブの姿、これだ。サタは長いヒゲとローブの姿、ローブの男は殉教者の光の教祖サタだった。よし、続いて2つ目、サタが教祖を務める教団は自己犠牲を控えにした救済を歌っている。その機械で血玉臭い競技とは、首を切るみたいなやつ、首を切り落とす競技。そうだ、教団は自己犠牲を美徳として捉えていた。首を切り落とすことが世界を救うというふざけた競技。今回の事件だけではなく、過去の首切り連続殺人にも関与しているかもしれない。過去2回起きてるらしいからね。サタと間に面識があることは信者の証言から明らかになった。事件関与につながる物的な証拠も雑貨店で見つかっている。それは何だったのか。物的証拠、サタが事件関与している証拠、どれだ。雑貨店で見つかってる首飾りはサタのもの、首飾りはサタのもの。この首飾りはサタがつけていたもの。ノコギリを買うときに雑貨店で落としたに違いない。よしよし、さあラスト。さらには事件当日のサタの行動についても証言が取れた。事件当日のサタの行動、一緒にいたってやつ。サタは事件当日アイダと一緒にいた。教祖のサタの犯行を裏付ける証拠が揃った。あとは本人の確保と供述だけだ。よし、この先の崖に向かってみよう。新たな移動先、崖。よし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 、もう大詰めかな。だいぶ殉教者の怒り、崖。はい、いよいよほぼほぼサタが、犯人なんじゃないかという説が濃厚になってきたのでね、次はいよいよサタを確保に行きたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。